皆さんこんばんは。人格乖離研究所所長のハイドです。今回は人格乖離とイマジナリーフレンドの違いについて話そうと思う。イマジナリーフレンドとは直訳すると空想の友達。その言葉通り本人の頭の中にだけいる友達。まだ発育途中の子供はこのイマジナリーフレンドを持っていることが多い。イマジナリーフレンドは頭の中に複数の人格が存在するという意味で人格乖離とよく比較される。しかし人格乖離とイマジナリーフレンドは別物である。何が違うかを説明していく。イマジナリーフレンドは本人にしか見えない。それは自分の中の空想の友達だから。自分の頭の中にいる友達、家族、恋人、その人の頭の中に見えているものは他人には見えない。しかし人格乖離者の中の人格は他人にも見えるし、会話をすることも可能。人格乖離者の中の人格は主人格の体や声を借りて外の世界に出てくる。だから他者と会話をすることが可能だ。そこが違う。一人の人間の中に複数の人格が存在するというところは似て聞こえるが、イマジナリーフレンドは本人の意思や思考から逸脱することがない。なので本人の都合が悪いことは絶対に起こさないし、本人の意思で隠しておくことができる。しかし人格乖離は本人、主人格からは切り離された意思や思考を持つ。なので本人が話したくないことを喋ってしまったり、やりたくないことをやってしまったり、後で本人が困るようなことや恥ずかしくなるようなことをしてしまう。それは思考に統一感がなく、お互いが同一人物という意識が持てないので、自分の行動に責任が持てない。イマジナリーフレンドは本人、人格乖離風に言うと主人格の体を支配することはできない。イマジナリーフレンドはあくまでも頭の中の存在であり、本人の体を操ることはできない。しかし人格乖離は中の人格が主人格の体を奪う、本人の体を動かす支配力を持つ。主人格の体を使って勝手に喋ったり行動したり感情を表す。それは主人格の友達ではなく確立した一つの人格だからである。イマジナリーフレンドは自分の中に友達がいる。家族だったり恋人だったり、中には漫画の登場人物のようなキャラクターも存在する。しかし人格乖離者は自分の中に他者がいる。自分とは違う価値観や人生観を持った自分が操りきれない他人がいるのに近い。イマジナリーフレンドは自分にとって楽しいだけの存在。遊びたい時に遊んでくれて、会話をしたい時に喋ってくれる、時には助言をしてくれるという人もいる。しかもその存在は他人に隠しておけるのだからプラスしかない。しかし人格乖離は自分とは違う人格なのでマイナスもある。自分とは性格が違ったり、やりたいことが違ったりする。それが本人の意思とは制御できないところで言葉に出たり行動に出たりする。後で本人が恥をかいたり後悔したり、人の信頼をなくしてしまったり、人によっては自傷行為をしたり、薬物を乱用したり、暴力事件を起こすなど、自分の体や社会的信用に傷をつけることがある。イマジナリーフレンドは本人の思い通りになる存在で、自分の体や社会的信頼に傷をつけないが、人格乖離は本人の思い通りにならない存在なので、自傷行為や暴力事件までいかなくても勝手にお金を使ってしまったり、暴飲暴食をしてしまったり、人間関係を壊してしまったり、本人つまり主人格にとって必ずしもいいことをするとは限らない。イマジナリーフレンドは精神病ではない。妄想癖があるように見えるが、他者に迷惑をかけたり社会的な悪影響がなければ誰にもバレることがないからだ。誰にもバレないということは精神病だと言われることもない。本人が自分はちょっとおかしいかなと思ったとしても、黙っていればわからないこと、内緒にしていられるということは本人の意思で制御できるということだから病気ではない。イマジナリーフレンドがいることで詩や小説、漫画などの創作活動に使い、現実世界に影響を与える人もいるが、それは迷惑行為ではない。しかし人格乖離、改性同一性障害は現時点では精神病に分けられる。それは本人、つまり主人格が交代人格を自分の意思で制御できないからである。交代人格が勝手に喋ったり行動したりすることで、本人が社会的な信頼を失ったり、自己破壊に走ったり、犯罪を犯す者は社会に悪影響を及ぼすとして他者が取り締まらなければいけないからだ。
イマジナリーフレンドは精神病ではないので、持っていても悩む必要はない。自分の中の秘密の友達や家族、恋人として自分の中に持っているといい。しかし、イマジナリーフレンドを人格代わりと勘違いしている人もいる。自分がどちらか悩んでいる人は、この動画を考える材料にしてくれ。人格代わり専門のお前さんたちに、二重人格、多重人格についての悩みがあるから、入るに相談してください。その他、精神的なお悩みなど、電話とメールで受け付けています。詳しく、動画に進めます。